きますと、ここ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 、あとここ、ここ、ここ、ここ。特にこの辺がね、全体がね、ガチガチに冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じになって、ガチガチになってます。でそれをね、今から生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いんですね。でこの背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いんですけれども、はい、その取る前にねまず背中の上から取っていきますからね。でこちらを下にして横向いて寝ていただいてよろしいですか。右を下にしてそう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 、はい、足を押しますよ。今から、ね、骨盤のズレを取っていきます。はい、腕を返します。よいしょ。これでねぐーっとひねっていきます。バキッと音鳴りますけど痛くないのでねお安心ください。力抜くまで。そうそうそう、わー、ずれてたね。こんだけバキバキ音が鳴ったってことは、骨盤がずれてたよってことなんですよ。だから、生理痛がきつかったりとか、腰痛があったりとかしたら、それが原因だったりとかしやすい。今度は反対側向きましょう。これでぐーっとね、もう少ししかない。そうそう。わー、すごいね。めちゃめちゃずれてた。はい、では一点座りましょう。では足を下ろして座ってください、はい、で足を下ろしてで、ここでね、こうやって腕を組んでいただいていいですか。今から背中のズレを取っていきます。もうちょっと後ろ側、そう、丸くなってます。そのまま後ろからいきましょう。そうそうそう、背中はそんなにずれてなかったみたいですね、はい、はい、では手を離していただいて、はい、では、うつ伏せになって、ここに顎を持ってきてください。もうね、はい、うつ伏せでお願いします。そしてね、背中を触るとね、ほら、さっき触ったよりなんか弾力がある感じになった感じしませんか、はい、ということはね、背中がだいぶ緩んだってことなんですね、はい、だからね、だいぶと腰がずれてたということです、はい、あとね、まだこの辺ちょっとズレが残っているので、このズレを取っていきます。で今からね、大きく息を吸ってもらって吐いてもらいます。で吐いた時に僕が上からドンって乗りますから、必ず息を吐くようにしてくださいね。はい、大きく息を吸っていただいて、はい、吐きましょう。はい、吐いて、そう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 、力に、そうそう、よっしゃ、バキってなりましたね、うん、もう一回、はい、大きい息吸ってもらって、はい、吐いて、そう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 、よっしゃ。そうすると、ほら、背中周りもなんかすごいスッキリしましたね、うん、これが、骨がずれてたよってことなんですよ、うん、で、なんでこれずれてくるかって言ったら、椅子に座るときに足を組んだりとかするとずれてきます。思い当たりありませんか？あります。できたらそれでやめるようにね、心がけてみてくださいね、うん、はい、左側向いてもらって、ぐーっと上げていったら、うわー、いい音鳴ったね。今度ね、右側向こうさ、もうさ、はい、ぐーっと上げて、うわー。そしたらほら、ここ押さえたら痛くないの分かります？ほら、それだけずれてたんですね、はい、なのでね、ずれすぎお若いのにずれすぎ。